いやちぇ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ない。あれ？ない。出ないですか？いや、天の声だ。天の声やな。まあまあまあ。いやちゃ、大丈夫です。辛いやん。全然ということで、まあ今日もやっていくんですけど、今日はね、あれっす。ん？強化されたんですよ、フリーズが。実は。フリーズが？フリーズ、あ、違う。ヒール。ヒールが強化されて。強化じゃないかな、性能が落ちて、コストが3から1になって、うん、性能も3分の1になったみたいな、まあ、だから本当になんだろう、ケツからスケ、まあ、手札回しのよくケツからスケとかやるけど、うん、そういう感覚で割とね、うん、もう適当にヒルペーンって打っちゃうみたいな。じゃあさ、スケアイスピヒール入れた高回転ホング最強じゃない？それだ。次やる。ということで、まあね、まあこのデッキなんですけど、うん、まあ強いです。強いですか？強いですね。まあタワーダメージがないんで一発でゴリッと持っていきたいところなんですけど、うん、まあヒールが呪文でありながらも、まあ、ガゴムレとね、うん、めちゃくちゃ相性が良くて、はいはいはい、それでいて1コストだから、まあ、手札回し、うん、で高回転でリポン回して、うん、まあ、終盤後で持っていくみたいな感じのデッキですね。ということでやっていきたいと思います。ほー、まあまあまあ、おや、サトッチ、この人はですね、最多ドル6800ぐらいあって、30使い、しかも。じゃあ、どっちが、どっちが真の30しか。30しか。俺が30しだってところを見せてあげたい。できちゃわないで。いきなりできちゃわない。まだわかんない。墓石30しとかある？あ、でもあったな、なんか前の環境、ロイホグ墓石30しとか。そうそうそう、それだ、それだ。それしかない。ロイホグ墓石30、それしかない、もう。これ、多分、ちょうど墓石も壊れると思うんで。あ、それっぽくね？いや、ガチでそれかもしれない。いや、それっぽいよね。冗談で言ったけど、当たりそうなんだけど。マイケル冗談で言ったけど。いや、それだわ。もう、それのそれでしかない。待て。さすがに。え、でも30師は。マジアちゃんいなくね？いや、30師はいないと思うな。ただ、普通にロイホグだと思う。だよね、だよね。うん。あー、入る。だるい。だるめの三角だな、これ。あー、あかん。うまい。うまい。これ、手札死んどんな。手札死んでる。これ受けるしかない。いや、悲しみのエリクサーポンプだな。いや、今のやっぱあれだな。んランバーをさ、マジェちゃんタゲを最初にマスケじゃなくてランバーに向けようかと思ったんだけど、あ、やめたら、うん、大事故だった。置いておけ。で、これ相手がここに呪文打つしかないから、ロイフグ回んないはずだから。そうだね。それか、ここで、端前で2枚ぐらい、ん ?2 枚ぐらいかな。2枚回せばロイフグ回ると思うから、打ってこないし、打ってこないね。5かな、呪文は。わかんねえな、ポイズンかもしれんし、フリーズかもしれん、何でもあるな。それな。よいしょ。まあ、これは普通に打ちますけど、マジアチャを受けれるから、ここでカードを見れますねと。どうですかね、まあ、ロリババか。じゃあこれランバ行っちゃっていくね。フンターが来そう。おやおやおや。あ、これフンターもあったな。やばい、来そうな気する。うーん、ニャンチューですか、今の。ニャンチューだ、ニャーン。やべ。やばい、どやされる。フチにどやされる。お前らさ、またされてんじゃん。うるせえんだよって。やばい。うわー、これ。ダメだ、これいらん。まあでも1コスだから。まあ、手札回しよ。ちょ待って、これダメだ。アド吐き出して。左。いや、でもこれさ、アド吐き出してさ、うん、守られて。やばい、マジでちょめきそう。ガーン。やばい、これ出したらダメか。やばい、それはやばい。あ、おびし、よしよし。でもフリーズ食うぞ、これ。来る？ふぅー。オッケー。じゃあ、ちょ、来た。アイドル消えたぞ。オッケー、こっちにヒール出して始まりランバー。4コスランバー、4コスランバー。バーバリアンが4コスランバー。バーバリアンが4コスランバー。来た。荒ぶってる。画面が荒ぶってる。画面が荒ぶってた。うん、よし。やるなぁ。ガチで、ガチ取るだけ。てか、マルチめっちゃマッチングしたもん。そうなんだ。俺ぐらい取る高いですね。さすがっす。サンキュー。やったことないかもしれんけど。ほんと？うん。
して三河さん取るが低いからじゃん。最多で語れ。出た。最多マウント取られた。ダメだ。くそ。何でした最多？7000何番いっけな。3。3？うん。じゃ次4行こう。小銭が刻んでいく。刻んでいく。7004行って、うん、最多で語れよって言い続ける。毎日。毎朝。それパワハラだね。毎朝言うわ。俺もうストレスで励散らかすわ。もう会社来ないから。おおそういう上司よくないよな。よくないな。最多で語れよ。ごめん、今の俺それだったわ。ですね、これはですね。ですなってこと。初手ポン来ないもんな。初手ポン来ないね。せめて5枚目に欲しいけど。初手ポンと来いって叫べばくるくね。ほんと、うん、こうやってやる。うん。ダー初手にプラグさいっつってんだろ。言えば次くるくね。くるくる。うん、くるくね。まあ、いないお、相手あれいや。なんかのカード間違えたそいつ。やんちゃしてんな、おい。それ。あ、しかも入ったし。しかも入るんかいっていうね。いや、逆だったな。それな、これ、普通にだるいな。フェイスピー出さないと。フェイスピー出さないとダメだな。怖っ。怖いね。ああ。怖いね。もし怖いね。気だるーってなるな。伝わる？伝わる。伝わらんか。いや、国民ならみんな見てるから。なるほど。ワンピースといえばね、国民的アニメ。日本国民で見てるの天国ぐらいだから。確かに。うん。あいつは非国民。これで。でも俺もこの前初めて知ったんだけど。うん。3時の兄弟で1時、2時、3時、4時、0時がいるって。いる。そう。でもしかも最近でしょ？それ。非国民ですか？いや、そう、最近知ったの俺。もしかして非国民の方ですか？非国民ちゃう。すぐ非国民になってる。もしかして非国民の方ですか？違う、最近のワンピース知らんの。それあれでしょ？なんか、ちょうど、なんだっけ、ドレスローザが終わったあたりでしょ？そう、ドレスローザ、ね。それ見てないの。あうわ、だるいの来た。まあ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 。でもこれでまたポンポンできちゃうから。そうですね。6襟ポンポン。相手やることないね、今。オッケーオッケー。で、ここで、このね、襟ポンね、両方に呪文かけたらキング起動しちゃうんで、ね。確かに。で、スケラ相手では、この位置だと、カードスケラ打たれるんで、うん、絶対この位置ですね、襟ポンは。確かに。真ん中か、キング寄り。よいしょ。よいしょ。さあ、相手は後ろから4個そう何か切らざるを得ない。これが、ナード。このインドナード？はい、ヨアド。はい、ヨアド。誰ですヨアド？はい、このエリキナード？ヨアド、ヨアド。合わせて？ 8 ヤード。今8ヤード？ 8 ヤード。8ヤード。これとりあえず、ギギオムレをぶっ転がして、はい。キーンじゃねえ？キーンキーン。キーンして。キーンしてるから30しか全然解けませんよと。うわ、真ん中、やんちゃ。50し、40し。よいしょ。まあ、墓石読みのファイスピ。本当に？決まった。トマトじゃん。やるやん。まあヒールがな、いい味出してるわ。それ待ってか、スケラに対して強いね。そう。試合一回作っちゃえばもう一生。本当ね、絶対取れるもんね。うん、しかも、いや、ヒール強いな、マジで。一個連れてくのもあるからな。そう、なんか、エレキザップとかだと、うん、なんだろう、ザップとか、エレキのザップも同じダメージじゃん。うん、あれは、なんかあれなんだよね。その、ヒール打っても、全回復しないんだよね。うんうんだからザップ打たれてヒールの効果時間2秒なんですけど2秒経ってからエリキズジャンされてももう死んじゃうやられちゃうそうだから、うん、なんだろうプリンとか、うん、トルネは分かんないけどアイスウィーズとかベビドラとかだと結構耐えれたりするからトルネくらいだったら多分ちょっと耐えそうな気がするそうだよね、うん、だからなんでゴブリン倒せないもんねトルネってそう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 、うん、そうだそれだだからそこはね、特にまあプリンとかだと一発撃たれてヒールって2秒経つと、うん、もう一発プリンの攻撃耐えれるからほん3回受けるとねそう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 だからその間にねこれパパーって入れれるからまあアイゴレとかね1コスのヒールでアイゴレとか2コスのアイゴレとかを引き出せるからそれで500とか入ったら美味しいしね結構あちあちなんですよねなるほどうーんやることね痛い痛い痛いとうーん手札回してもエリポンが来ませんねおやジャイっぽいな。ジャイっぽいですね。まあ、ここで、それか、グーレか。で、J なら、誰、
や、これはこうだ。面中三重視とか。あ、マジ？雑風誰どうすんの？そうなるよな。いい、全然守れる。全然リーデル。本当に？うん。工場ドッカンコ行く？ドッカンコ。さすが。できる。フェイボクソ。ここでフェイボを引き出して、テンポを立てる。いや、まあ、なんなら今のヒールいらんかった説はあるな。それな。うん、まあでも1コス。言えて1コス。待てよ、待てよ、待てよ。穴掘り切ってから、いっぱいカード出したよな。いっぱい出したね。ジャイを、うん、いや、ダクネからだから、ジャイが遠いはず。だから、これはポンプ立てていい。あと2枚ぐらいでジャイのはずだから、真ん中だ。オッケー。この丸太、転がしてきたときは大体真ん中みたいな。そうなんだ。ハイスピアミかなんかみたいな。そう、多分そう。うん、これで、一応アイゴレが先行してる。これワンチャンジャイつけられるから、どうすかな。ハイスピが結構切り時大事みたいなとこあるな。そうだね。これで。ほんほーん。よいしょ。これファイブ打たれたらどうする？ファイブ打たれたら速攻で始まる工場する。これどうせダップだから、キーオッケー、美味しい。いや、1コスで5コス釣れるっていうね。でかいね。うん。フェイスピ回したな、今。あ、これか。回ってないですね。回ってないか。いや、全然だな、マジで。よいしょ。そろそろだな。はい、そろそろ来るだろうな。あー、これだるいな。まあ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 。まあまあなんですか。やべ。ちょっとやべえな。ちょっとやべ。まあこれザップ打たれてもみたいなとこあるな。そうなんだ。でも、ちょっと、おつらい。おつらいですね。アイション入んねえし。そうな。ちょっと高め。いや、高めだと5打たれるか。5ザップ、チュチュチェンで。あー、分かって、ない。おっ、きつい。きつすぎる。待てよ、待てよ。オッケー、じゃあ、使った。これ5ザップ使ったから、うん、これで。え、嘘でしょ。キーンでしょ。え、嘘でしょ。え、嘘でしょって感じなんだけど。本当に？うん。オッケー、飛ばした。え、穴掘りカゴで今死にそうな気するんだけど。気のせいじゃね？よいしょーあれえって感じだった。デュッデュッって感じだった。ちゃんと、あ、ランバー先行する。丸太切ったのを見てから行きたいところではあるが、丸太を切る。ファイスピアミだな、きっと今の。確かに。俺だけ見逃してたの、今の丸太。それな。やばい、やばい、やばい、やばい。ちょっとやばい。あ、終わった。じゃあ、これファイスピで受けて、きついよ、きついよ、きついよ。今の気持ちを2文字で表すと。悔しいです。2文字じゃないです。はいはい、いきます。あ、え、終わっちゃった。グラチェルがちょうどいくね。いや、待て、負けては終われぬ戦がここにある。無駄なプライドな。これ負けたらどうする？うん、もうぶっ転がす。パソコンこうやって悪いやんってやってやるもん。やばい。よろしく。とりあえず、うん、まあケツ工場やな。結構ケツ工場するんだよな。そうなんだ。うん、そうなんです。とりあえずまあザップ打ちて。ああ、いいよ、いいフェースピ。ベシベシ。さあ、相手も三重師っぽいカホリちゃんがしますね。わかんない。でもベベ小屋三重師説もあるな。これはテンプレの、あ、ぽいね。ぽくない？ベベ、ベベ小屋して。これは、でも、ガゴムレがあると大体わからないはずだから、ガゴムレ。で、これをファイブ打ってきてたら、こっちの工場が通ると。え、無理じゃね？エリクサー的に。ドゥーク一緒じゃん、これ。ドゥーク一緒だね。オッケー、そこにコウモリ出してるもん。うわっ！うわ、いいよ。いい。いや、マジやってること、チンパン。ドチンパンはダメ。ん？ドチンパンはダメ。あ、やべ、やべ。おぉ、このファイスピアルじゃん。ロイヤル選手も。ロイヤル選手。直伝。I am ロイヤル。直伝ですか。I am T ロイヤル。で、それは違う。そういうの、ファイスピで抑えるの結構難しいんだよね。難しいね。歩かせないといけないからね。タイミングがシビア。デンベージェックで。これはさすがにガゴムレ無理だな。あ、ちょっと画面揺れてる。
恵比寿が地震来てるから今やめとけ。不謹慎なんだけど、この前なんかあったね。じゃあね、敗北来るかな。ヒール押されて来るね。あ、やってない相手。ビーン、よいしょ。これな、まあ、5を打ったから、いや1体のガグが優秀すぎる。 3C をして相手も涙目。あー、いや相手も 3C でいった。もう涙ダクダクに耐えてるわ。これ3食られたらどうしよう。こっからいやな、さすがに涙ダクダクに耐く、ダクダクに耐くわ。はい、これテレノベーベリアンをぶち転がしたから、これガグ群れだけで守れるな。で持って、うん。チュチュチュン。ほん。ちょい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 揺れてますよ。揺れてる？揺れてる。来てる地震が。揺らすな揺らすな。わざとすな。体が勝手に動き出すんだよ。あ、相手の三樹脂を回復して。それちゃうくね。これちゃう。オッケー。それちゃうな。よし。I am Mina. I am Royal. おう、頑張れよ。次は勝てよ。サグ。もう次勝つまで覚えてる。サグーって知ってる？知らない。知らないか。知らない。俺どうせなんかプロレスかなんかだ。違う違う違う。これ、待って。名前ごめんなさい。パンサーの。あ、もうすでに知らない。え？あ、そっか、見たぞ。テレビ見ない、見ない派の人間か。僕テレビは全部ゲームで。そっか。スマスみたいな。もしくは YouTube みたいな、どっちか。パンサーの尾形知らないか。知らないよ。中学の時流行った。作業ー。ライキは中学生の頃でしょ。作業ー。俺が高校生の時か、もうゲームしか知らなかったな。パンサーの尾形。パンサーの尾形知らないって多分よっぽどだわ、よっぽどだいぶ。それほどゲームっ子だってことでしょ。そう、割と非国民まである。そんなに。そんなに。さっきテンゴットのこと、あれ非国民扱い俺しといて。俺もされる。非国民多分。パンサーの方知らないなら多分非国民。じゃあ来期もなんかわかんないこと見つけたら非国民。やめとこう。はい、じゃあ、ここで。終わります。やばい、もうテンゴットのあれ映ったわ。きっともう。インフル？これ、ワイヤもインフル。一回待ってないのに。ってことで、うん、この辺で終わります。お疲れ様でした。今日おかしくなってるでしょ。